フィルメンス審査員もお願いして、何度も毎年見に来ていただいてるので、なんかずっと常連と思ったら、上映するの実は第1回以来なんですよね。第1回の贅沢なのね、コンペティションで呼んでいただいて、ね、2回目という。そうなんですね。すごい嬉しいんですよ。いや、その後ね、何度か上映させてもらったんですけど、うまくタイミング合わなかったりとか。でやってなくてあれだったんですが、本当に僕も今回これを上映できたことは非常に嬉しいと思います。で、ちょっとですね、基本では始める前に実は今回出演された3人の俳優の方々からのコメントが届いておりますので、まず最初に代読させていただきたいと思います。まず三浦春馬さんからです。真夜中の5分前という作品に参加できたこと、そして吉田伊沢監督に演出していただいたことを心から嬉しく思います。中国での撮影は言葉の壁もあり、監督をはじめスタッフ、そして俳優陣も幾度となく壁にぶつかってきましたが、監督の作品に対する熱意を感じ励まされ、芝居をするエネルギーをいただきました。本当に感謝しています。心地よい時間が物語全体を包み込むこの作品がたくさんの方のもとに届くことを切に願っています。皆さんどうもありがとうございました。そして、ヒロインを演じられるリュウ・シーシーさんとのメッセージです。東京フィルメックス映画祭、会場の皆さん、はじめまして。吉沢監督、お元気ですか。今回、私の演じたローランド・ルーメイは、見分けがつかないぐらいそっくりな双子の姉妹、人生すらも共有しているような姉妹です。そのために感情を愛情のもつれた迷宮の中に陥っていきます。これまでも海外で上映した際、見てくれた多くの人たちが、この映画のラストに対してそれぞれ自分独自の感想を持ち、いろいろな意見を教えてくれました。今日ご覧いただいた皆さんの感想はいかがでしょうか。とても知りたいです。皆さんに私たちの映画真夜中の5分前を気に入っていただけることを心より願っています。リュウ・シーシーさん、どうもありがとうございました。まあ、ラストについて感想を聞いていらっしゃいますので、皆さんに後でぜひ感想を言っていただければと思います。そして、チャン・シャオチャンさんからのメッセージです。東京フィルメックス映画祭、観客の皆さん、こんにちは。吉沢監督、お元気ですか。僕たちの映画真夜中の5分前が東京フィルメックス映画祭に選ばれて上映されることを心から嬉しく思います。僕は今映画の撮影中で、台北よりも実はもっと遠いところに来ていまして、今回東京に飛んでいる皆さんにお会いすることが叶わず本当に残念です。会場の皆さん、ぜひ僕らが心を込めて作り上げた映画真夜中の5分前を応援してください。チャン・シュワちゃんさん、どうもありがとうございました。今回のこの真夜中の5分前ですが、実は素晴らしい才能が集結している映画だと思います。で特に音楽をですね、半野義弘さんという、ジャジャクとか放射線の有利声の映画の音楽をやっている、僕もよく知っている方がやっていらっしゃったりとか、あと音楽をドゥドゥージーさんというですね、これ放射線とかドアダインとかと、いわゆる台湾ニューウェーブの録音技師としても非常に有名な方がやってらっしゃいますが、このような方たちと仕事をされた経緯というか、そのあたりをまずお聞きしたいと思います。そうですね、僕が一番影響を受けた映画がやっぱり台湾ニューウェーブの、はい、この台湾映画なんですね。で、春の雪では、はい、星野氏監督の、ね、カメラマンであるリピンギさんに、はい、と一緒に仕事したんですけども、これ中国語で撮る映画、はい、初めて撮る映画だったんで、音響ですね、はいはい、音響はもう絶対に全部で心配、信頼を受ける人とやりたいということがあって、最初に一番最初に決めたのが、もうオファーしたのがドゥさん、ドゥルジーさんで、ドゥルジーさんと出会ったのは、僕が林海蔵監督の助監督をやった時に、エドワード・ヤン監督との交流があったんですよね。で僕は助監督だったんで、当時ね、ダット、はいはい、ダットのプレイ、録音機材を、はい、台湾でなかなかうまく入手できなくて、それがなんか調子が悪いんで、日本からもう一台スペアで欲しいって言われて、それを僕はね、運んで行ったんですよ。そうなんですね。その運んだ先が、空輪車少年殺人事件の現場だったんですよ。で僕は2、3日滞在していけばいいじゃないかと、ドゥルジーさんに言われて、ずっとこう、ただ見てるのもあなんなんで、手伝ったりして、で僕はダット持ってったんで、ドゥルジーさんは僕は録音部だと思ってたんですよ。だから、こうマイク動かされたっていうね。僕はだから、クリンチェのある部分の音を取ってるんで、そうなんです。で、したら、見ろと、日本の
ね、こう録音部はちゃんとこうマイクがね、しっかり撮ってるぞって言われて、俺は全然やったことないですよ、ね、なんかそういう昔話があって、でも仕上がった映画が雰囲気でしょ、東京国際映画祭に行ったんですけど、もう驚愕したんですよ、音も素晴らしいわ、もう映画も迫力あるわ、まさかあんな状態で台湾でごちゃごちゃ撮ってたんですけど、2、3日見学した時は、そんな案内がなるとは思いもしなくて、それからもう台湾映画ってとんでもないなと、とんでもない才能があの緩やかな撮影現場の中からこう育まれてるんだと思った時に、これはなんとか自分の映画に取り込まなきゃいけないと、その時はずっと思ってたんですよね。でそれで今回はもう本当にルイさんと初めて、今回ルイさんと初めて仕事したのは、でまあとにかく上海の撮影って音がもううるさいんですよ。もうクラクションなりまくりですから、ただ止まってる車はただクラクション鳴らすんですよ、音なんか取れたもんじゃないですね、シンクロなんか使えないだろうと思う部分も、ルーさんがいやここはシンクロをアフレコしなくていいって言うんですよ。で本当大丈夫かって言って、実際に聞いたら、全然もう何の遜色もなく仕上がってる、でやっぱりあの時計店、今日来ていただいた方は分かると思うんですけど、時計店の音、そうですね、その秒針の音、で僕がもうちょっと時計の音がゴンゴンゴンって なったと思うんですけど、もうちょっと数増やしてもらえます、増やしてみたらどうなりますかって一応言ってみたんですよ、増やしてやってくれるんですよ、そしたらね、やっぱダメなんですよね、で、あ、やっぱりこれがいいですって言ったら最初に戻りましたもうね、なんだろう、仙人みたいな神のようなニコニコしてるおじさんなんですけど、いや、とんでもないですね、そうですね、僕、ミレニアムマンボーって映画が、はい、とにかく音響が素晴らしくて、あの、アレハンドさんも音楽を、ね、いや、緊張を2人でやってそうですね、はい、あれもやっぱり音楽と音とセリフの映画だと思ってて、やっぱそれをずっと最初から話してて、で今回はでもそういうこととは違う、要するにルーさんに湧く静寂を作り出す音響だっておっしゃってて、だからプールのシーンとかももう見違えるようなあの音だし、やっぱもう映画にすごく魂を吹き込むっていうのはこんなことなんだと思うし、やっぱそういう人たちと仕事できたっていうのはすごい大きいですよね。ルーさんは現場にもずっと現場にね、来てないんです。要するにそれを、現場はね、あれです、あのローウェイの、現場をやってた、六本木市さんがやっていて、ただね、結構ね、いい加減撮るんですよ。あ、なるほど。結構いい加減ですか。じゃあそれをこう、スタジオでプーさんのこう、整理していくっていう。それはね、やっぱりサウンドデザインっていう、職種がね、あの日本ってなかなかそういう状況じゃないですよね。そうですね。やっぱりなるべくスタジオの時間を短くして、カメラ、あの録音と音響効果の方と一緒にドーンと合わせて、監督がなんかもっとこうだこうだってやってやるパターンなんだけど、で、ビューさんは3日間ぐらいで自分たちで作ったものを、まあ、入って僕に聞かすんですよ。あ、もうその時点でもほぼ完璧なんです。でそれに対して自分が思ったことを一応ディスカッションしていく中で、だったらこういう手もあるよ、こういう手もあるよ、やっぱね、やっぱとんでもない人だなと思うし、やっぱ素晴らしい、やっぱサウンドデザインの方だと思うし、そうですね。と音楽のハンドさんはどういう？ハンドさんはね、12年前に、僕あのワウワウのテレビドラマで一緒にご一緒したことがあるんですよ。カノン、カノンって言いますね。でその時ハンドさんって、ちょうど、放射線の、まあ、フラワー上海です。フラワー上海最初ですね。やって数年後くらいですね。そうですね。で僕フラワー上海とかすごい好きだったので、やっぱそれで半藤さんとやってみたいなってプロデューサーと話してて、じゃあすぐやってくれる。パリ在住なんですけど、そうですね。すぐ飛んできてもらって、で今回も久々に、まあ、これ中国の映画やるし、半藤さんパッと飛び出して、で Facebook で半藤さんに音楽やりますかって言ったら。もう数分後にやりますって書いてあった何の交渉もなくやります予算のことも聞かないでやってくれたんで、次の新作もあ、そうですか、ハルさんと一緒にやります。あ、そのまた期待できますね。もう今パリで音楽、もう正解です、書いてます。これは僕の新作のやつも今制作中。あ、そうですか、はい、すみません。今回監督は三浦春馬さんと初めてお仕事をなさったと思うんですけど、実際に
撮影する前の印象と撮影した後の印象で何か変わったことがあったら教えていただきたいと思います。そうですね、撮影する前、まあ、撮影する前はどんな印象をお持ちだったのか。いや、特に特にそんな悪い印象もなく、はい、まあ、役者なんで多分まあ 前の参加してる作品を見てもそんなのは当てにならないじゃないですか。監督によって違うわけなんで。でもなんだろうな、一番分かったのは彼はすごい実直な人間だっていうところですかね。真面目で、まあ、子役時代からずっとやってるっていう自分の軸もあるんですけど、だからなんかこうある意味自分でも言ってたけど面白みがない人間なんですよみたいなことを言うんですよね。でそれは一番面白いじゃんって思って、その面白くないことを披露してくれっていう、この映画では。だって面白い人生なんてないですよね、そんな。でこの映画において言うと日常を単純に時計修理して飯食って朝ね、時計修理してバイク乗ってプール行って家帰って寝てまた起きてまたじいちゃんと飯食って時計修理して夕方飯食ってまたプール行くんですよ。役作りしようがないんですよ。役作り何をすればいいですか。まあ、時計修理できるようになってくださいって言いましたけど、彼時計修理できると思いますよ。あれは難しいけど、なんだろう、機械仕掛けのは難しいけど、あの電池式のやつは大概できますね、彼は。それしかないですよね。あと言葉は1年半ぐらい中国に来てぐらいの語学力でいいのとっていう優しい言葉をかけたのにもかかわらずすげえ実直にやるもんだからうますぎるというね。もっと下手であってほしかったですよね。下手であってほしかったらもう下手にできないんですよ、覚えちゃってるもんだから。あのね、上海喜劇学院っていうところのすごい厳しい先生に教えてもらって、その1週間はものすごくこれじゃダメだってその人が熱かったんですよ、その女の先生が。その通りやっちゃったもんだからすげえ良くなってレベルが上がっちゃったんで、だから日本でやってたぐらいで良かったんだなほとんど直されてない。共演者も共演者にこっそり聞いてどうなのって、春馬の語学力って言ったら、いやもう大体何も持ってないと思うよって言われて私はリュウ・シン・スンさんのファンで見に来たんですけれども、彼女、今年ですが数回5、6回日本に来てたりするんですけども、彼女の日本語とか彼女のそのいろいろなその演技に対することとか、なかなかその今回の撮影については情報が少ないので、教えていただける範囲で教えていただけますか。はい、お願いします。シーシーは日本語を覚える気は全くないですね挨拶も、まあ挨拶ぐらいちょっとあんまりしないな、まあそういうこともね。彼女はね、もうマイペースですね。会った時はまあプロデューサーのこれ推薦だったんですよね。やっぱりこれこの映画自体に野望があって、中国でちゃんとこう日本人が監督した映画でも中国でちゃんと大陸でね、ちゃんとした上映をするんだと。で、まあ、実際、中国のスクリーン数の 10% のシェアだったら4000巻ぐらい4000スクリーン入ったんですよ。1週目の興行成績確かベスト10だか何かに入ってた。あ、入ってました。入ってない、で、すごくそういうところでは彼女の力っていうのはものすごく大きかったと思うんですよね。で、プロデューサーも彼女は今もうとにかく人気がある、まあテレビではすごく人気があって、まあ映画はこれからどんどん積み上げて経歴を積み上げてくるっていう状態だったんですけど、本人に会った時に素の本人と会ったんで、なんかただ T シャツ着てて、なんかドーナツがついてる T シャツだったんですよその印象しかなくて、大丈夫かってドーナツの T シャツ着てる子だなって知らないんですよ、僕自身が。ただ声、喋った声が
すごくなんかね、なんか他の人が喋ってる中国語のニュアンスとちょっと違うウィスパーボイスなんですよね。聞き取れない。わかんない。それがすごくでもなんか魅力的にも映り、印象残ったんですよ。で、彼女にやってもらおうって決めたんですけど、彼女自身はやっぱね、気持ちで演じる方なんで、やっぱりすごく衝動的に何かができるようにしたいと。だし、なんか不自然な動きをほとんどね、あの指示をしないと動かないですね。余計な動きをしない。でそこに存在しててって言ったら、大概人ってこっちが何も指示してなかったら、ちょっとこうどっか見たりとかね、なんかこうちょっと口を歪ましてみたりとか、髪の毛触ってみたりするじゃないですか。ポンと立ってられるんですよ。佇まいも綺麗だし、で、だからやっとそれを指示をすると、その指示の指導として自分の中に組み込んでちゃんとこう動くんですけど、なんかそういう人で、なんかものすごく気持ちがなんか動いた時だけ、衝動がある時だけちゃんとこうそれに反応するっていうような演技法だけど、ただ双子だったわけですよね。で、普通双子って白黒つけたいわけですよ。ただ僕が言ったのは、似てる、限りなく似てる、でちょっとしか違わない、でなおかつ自分の記憶と相手の記憶をよく分からなくなってる、で相手のことを映し鏡のように見てて、自分のことのように記憶してて、もしかしたらどっか入れ替わってて、もうすでに入れ替わってるかもしれないみたいなことをいくつか言ったんですね。ってことは似てるってことですねって言いながらも、編集した時に初めて分かったんですよ。彼女が自分のプランの中で笑い方が違う、笑い方を変えてるんです。そこで自分の中でほんのちょっとなんですよ、ほんのちょっと違うことが並べてみるとどんどん分かってくるんですよね。撮ってる時分かんないんですよ。似てるようにしてるなと思ってて、であんまり考えないでっていう感じもあったんだけど、でそれが自分のプランっていうものをすごく、なんか心の中のプランをこうしますって宣言しない人ですね。だそういう意味ではすごくやりやすかったです。多分日本の監督たちは彼女みたいな女優さんだったらすごいやりやすいんじゃないかなと、ただ声が小さいから雑音に負けます上海の。だから彼女が多分一番アフレコをしてる。でもアフレコがもう上手いんですよ。この感情を再現絶対できないよって思うシーンが一つあって、もう完璧でしたね。驚きましたけど、やっぱそこはあるんだけど、なるべくそのさっき話したルーブジーさんがやっぱ彼女の現場にいるある息遣いだとか、その小さな吐息とか声の揺らぎみたいなのをやっぱちゃんと救ってくれてるんで、あのなんかそこはやっぱ特徴的ですよね。特別な女優さんだと。であのこの、前のご不満ですが、12月27日ですね、まさに正月映画ですが、全国一斉ロードショー公開されますので、あの皆さんぜひお知り合いの方々にお勧めいただければと思います。はい、それではあの今日は本当に忙しい中、ご来場いただきました皆さん、ありがとうございました。